ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あのね、魔理沙。5000円貸してほしいの。どうしたんだ？突然。昨日、現金払いでフィギュアを買っちゃって、手持ちがなくて。いやいや、一体いくらのフィギュアを買ったならお金がないんだ？ 8800 円、けど通帳にはあるの、ちゃんと。週末になったから、ATM 手数料が高いから困っちゃって、3000円でもいいの、手持ちに余裕があれば、現金が小銭だけって心もとなくて。まあ、明日夕方にでも返してくれれば、3000円だけな。ありがとう。明日は単発の梱包バイトがあって、その日現金払いだからすぐ返すわ。え、日払いって珍しいよな。そのバイトどんなものを梱包するんだ？化粧品とか雑貨の発送って聞いてるわ。ああ、普通のバイトか、むちゃくちゃ条件のいいバイトってことじゃないんだな。前に、闇バイトの解説してくれたじゃない？だから気をつけているわ。前に説明した以外にもヤバいバイトはあるからな。注意しなきゃ、教えて。よし、じゃあ今回は、ヤバい合法裏バイトを紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、事故物件に住むバイトだ。あくまでこういうバイトがあるという噂で、一般の求人には出てこないぜ。そうよねー、ネットなんかで検索すると、格安で、事故物件に住んでいるっていうのは見たことがあるわ。承知の上で住んでいる場合だね。今回の話はそれが仕事なんだ。ギリギリ、アルバイトをしている本人は違法ではないバイトである。なんか微妙な言い回しね。不動産業者は新しい借り手や買い手に対して、その物件が物理的、心理的な貸しに該当することを告知する義務があるんだ。これを怠ると、その業者は行政処分を受ける可能性が出てくるぜ。入居希望者に、前に住んでいた方が亡くなった部屋って告知しないといけないのよね。ただし、不動産業界では一人目までは告知義務があるが、二人目以降の入居者には告知しなくても良いという通例があったそうだ。そのため、貸主が告知義務から逃れるために、一定期間そのような物件に住む、ロンダリングというバイトが存在している、というわけだな。なるほど、それで告知義務を逃れるために、ロンダリングなのね。でも、なんだかそういうの。借りる側は微妙な気持ちになる場合が多いんじゃないかしら。率先して借りる人は少ないだろうな。2021年10月に、宅地建物取引業者による人の、の告知に関するガイドラインが策定されて、告知義務はおおむね3年であるとなったぜ。漏水で亡くなったケースや、階段から落ちたなど日常生活上の不慮の時は、告知義務はなく、また例外的に告知義務が3年以上になる場合もあるそうだ。さらに、売買の際には告知義務の事項はないので、新築の家を建てても告知の義務はなくならない。じゃあ、ガイドラインができてからは、居住バイトはなくなったのねー。実はそういうのだけじゃないんだぜ。というと？ズバリ霊関係だ。異音、風がないはずなのに、カーテンが揺れる、なぜだか空気が重いなどを、実際に住んでもらい検証するためのバイトだ。そんなの。怖いわ。そんな怖いバイトって、実際のところいくらぐらい稼げるのかしら？某掲示板に書き込みのあった人の例で言うと、家賃はもちろん、水道光熱費先方負担、1日あたり3000円だそうだぜ。月に約9万円ね、住むことにかかるお金が一切いらないのね。それだけ聞くと魅力的だわ。ただいろいろ目をつぶったとしても、その人は半年で引っ越したようだ。また、その板では、1ヶ月でいいはずだという声もあったから、短いスパンでそのバイトを引き受けている人もいるかもしれないぜ。ロンダリングが目的なら1ヶ月でいいものね。まあ、そのアパートなど、物件の他の部屋に住む方からしたら、1ヶ月で引っ越してしまうと、何かあったから、1ヶ月で引っ越したとも見えるから数ヶ月なんだろうな。それでその掲示板の人は実際、何か霊的な異変を感じたのかしら？怪奇現象などには合っていないようだ。私には無理そうよ。万が一幽霊が出たら、幽霊怖いもの。さて、次に紹介するのは、俗転スタッフだ。その単語を聞くと、ウキッとする視聴者も中にはいるかもしれないな。まあ、ピンクな世界だものねー。スタッフの求人は高待遇高収入が多いんだぜ。一部調べたところによると、正社員の場合、受付スタッフが月収26から42万円、店長、幹部候補が34から70万円プラス歩合、ドライバーは委託、アルバイトなどで時給1100円からだ。この業界、すごいわねー。新人さんでも月給26万円ってことよね？結構もらえるよな。
しかし、受付スタッフとはいえ、掃除、雑用、女性陣のフォローなど、仕事は多岐にわたるようだ。この、働き始めてすぐに高額なのは、何らかの理由があるの？先ほどのは社員扱いなどの場合になるから、アルバイトだと時給、日給がいくらになるか、はっきりしないんだが、受付スタッフは時給1100から1600円からスタートのようだ。ある店舗はアルバイトでも月収30万可能と募集にあったぜ。この給料の良さは何かあるの？ブラックだからお金で解決とか？まず、業界に対してのイメージが一般的にマイナスだからかな。過去、違法営業をする店や、悪質店もあったりしたことから、この業界はブラックで、産経、きつい、危険、汚いというイメージが払拭されない。学歴、経験不問で、誰にでも応募できる点も、産経などの疑惑が残ってしまうんだ。そうね、産経の業界は他にもあるけど、求人に人が集まらないと聞くことがあるわね。それゆえ、求人に対する倍率が低いにもかかわらず、仕事を探す方から言うと、ライバルが少ない。さらに給料の高さなど好条件でありながらも、応募に躊躇する人が多いだろう。経験不問でいくらフルタイムアルバイトでも、月収26万の仕事は、なかなかないと思うわ。とはいえ、風営法などの法律が厳しくなっているから、会社登記、労働条件など、業界がクリーンになってきていて、以前からするとホワイト化しているそうだ。いいことだわ。そしてこの業界、完全実力主義らしい。成果が上がれば、スピード昇進するんだ。売上が上がれば、歩合も増える、仕事の成果にはお金で応える、それがこの業界なんだぜ。なり手が少ない仕事をするんだもの、お給料くらい良くなくっちゃ。ただ、やっぱり全ての会社、店舗がホワイト化するか、というとそうではなく、悪質な店舗もあるから、引っかからないようにしないといけないぜ。ここまで、続店スタッフの良さそうな面だけ解説してきたが、ここからはヤバい面を説明していくぜ。それがこのチャンネルたる話題よ。店舗によっては繁華街に位置するため、他のところより事件が起きやすい。また、在籍するキャストにもし好かれてしまい、誘惑されたと進言されたら、客から反感を買ったり、他のスタッフから不信感を抱かれる可能性が高い。さらに、自発的に引き抜きに応じていながらそれがバレた時に、引き抜きの話を持ちかけてきたのはこの人ですと罪をなすりつけられるケースもあるようだ。そういえば、キャストの引き抜きはご法度で、もしやったら、オーナーから、損害賠償を請求されることもあるのよねー。そうだな、そして、スタッフ側が客には見せない素の顔を見て、お店の大事な商品であるキャストに惚れてしまうかもしれないからな。ああ、やばい。また特殊な業界でもあるため、一歩間違うと裏社会の方々と繋がってしまうかもしれない。この業界でバイトする方は、きちんと調べてから応募してね。次に紹介するのは、夜逃げ屋だ。マリサ、私、夜逃げ屋日記って漫画を読んだことあるわ。おお、そうなのか、残念ながら私はそれを知らないんだ。じゃあ霊夢は今回の夜逃げ屋については、私より詳しいかもな。読んだの2話だけだから、とりあえず教えてよ。ふふ、一般に、夜逃げというと借金などでもうどうしようもなくなり、他の人たちにわからないように引っ越すことだな。以前は、夜中のうちに静かに引っ越すから、夜逃げって言ってたんだけど。そうよねー、私が読んだその漫画でも、DV から逃げたい親子が夜逃げしていたわ。まあ、その漫画の中で親子は、昼に夜逃げをしていたんだけどね。まさにそういう方たちの引っ越しをする業者が、夜逃げ屋だ。日中、DV 加害者が仕事で留守中に逃げる場合もあるし、借金などで逃げる方は、誰にも知られずにひっそりと深夜に引っ越すんだ。そして深夜はいかに物音を立てないように仕事するかが重要だ。行き先を知られたくないわけだから、何よりも時間との勝負ということになるでしょうしね。日中の場合はご近所などに引っ越し業者とわからないような服装をしたり、家具の購入入れ替えや廃品回収業者のふりをしたり、それとわからないようにカムフラージュしたりする。もちろん一般にない仕事であるため、口が固いこと、そして引っ越しをするので体力があることも重要となる。結構気を使うのね。お給料はいくらかしら？日給は深夜帯もあったりするが、1日1万円くらいからのようだ。もしかして一般の引っ越しバイトと給料変わらないんじゃない？そうだな。大きなタンスとかは運ばないんじゃないだろうか。どちらかというと、給料に対して危険度が高いかもしれない。どういうこと？先ほど DV 被害親子の夜逃げの話が出ていたが、万が一加害者が突然帰ってきたら、業者の方も被害に遭うかもしれない。
ああ、それは怖いわ。だから引っ越し業界が長いとか、自分が夜逃げの経験者とか、そういう方たちが働いていて求人が出回らないのだろう。そういうところが、裏バイトって感じね。次に紹介するのは、カニ漁船のバイトだ。うん？マグロ漁船ではなくて？マグロ漁船は超過酷な仕事だというイメージだが、カニ漁船も同様なんだ。2022年の求人を見つけたので、内容を少し紹介するぜ。この会社のカニ漁は日本近海で行うようだ。カニ漁ってオホーツク海とか、寒いところじゃないの？はっきりとしないが、週に1日の寄港日が休みとあり、一度出漁すると1週間は洋上生活ですとも書いてあるんだ。ああ、それでマリサは日本近海と思ったのね。うん、漁期の給料は35万円からで、7、8月はシーズンオフで月給20万円。漁獲金額などにより歩合があり、想定年収は500万円からだそうだ。え、ちょっとマリサ、これバイトじゃないわ。そう。あるところで合法バイトとして、カニ漁船と書いてあってさ。方法と調べていたら、こんな感じだったんだぜ。2ヶ月強かかる1航海を4航海した後、50日程度の休暇というサイクルの求人もあったようだ。現在その拠点のカニ漁船の求人はなかったが、一度航海に出たら下船できないストレスなど、漁業経験者じゃないと務まらないケースで、求人航海されていないのかもしれない。そうね、慣れていない人が、怪我をしたりするとまずいものね。また、ベーリング海でアメリカ求人のカニ漁船は3ヶ月程度で、数千万円稼げるそうだ。もちろん英語が話せないといけないぞ。求人が表に出てこないし、やばいイメージがあるから、裏バイトって言えばそうかもだけど、どちらかというと、危険度の高いバイトね。あはは、そうだな。次に紹介するのは、遺品整理だ。現在は核家族化の影響もあって、遠方の親が亡くなって、実家が片付けられない場合、また、その実家が賃貸で急いで片付けて、引き渡す必要がある場合など、様々な理由で業者に依頼される。もちろん誰にも見取られず、孤独に亡くなられた場合は、清掃なども必要だ。マリサ、それ、特殊清掃よね？ああ、以前このチャンネルで解説しているから、気になる方はぜひそちらを見てほしい。それで、特殊清掃がない場合を見ていくぜ。現金や貴金属など貴重品の取り扱いに注意が必要なのはもちろん、やはり個人の思い入れの強い品など出てきた時が難しい。例えば？プラモデルやフィギュアならほとんどの方が気にしないだろう。だが、日本人形などをコレクションしている方だったら？もちろん、人形が悪いわけではないが、人形って人の感情とか念を宿すって考えられているからな。私、人形一体とかなら全然平気だけど、以前人形供養をしているお寺がテレビに出ていて、たくさんの人形が並んでいて、畏怖の念を抱いたわ。また、成人指定の DVD など、本来なら人にあまり見られたくないものが遺品として残っていることもある。人形も怖いけど、DVD なんかも、個人の気持ちを考えると気の毒ね。このバイトも夜逃げ屋じゃないけど、口の固い人の方が良さそうね。さて、ヤバい合法裏バイトを紹介したがどうだった？実はアパートの今度の更新で家賃が思っていたより高くなったら、その次の更新では前もって事故物件でも探して引っ越そうかと思っていたのよ。でも今日の話を聞いて、霊障の話が出たでしょ。だからやめるわ。もしその時はアパート探して手伝うぜ。うん、ありがとう。それからカニもね、もっと安いといいのにって思っていたけど、2ヶ月近くずっと船の上とか、苦労を考えるとお給料の原資もいるし、高くても仕方ないわって思い直したわ。今回は霊夢の学びになったようでよかったぜ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。